どれどれ。名門パン屋さんの味がお家でできる。すごすぎ。すごすぎた香る。すごすぎた原爆。はい、ということでホームベーカリーでカンパーニュを今日は作っていきたいんですけど、エスプリードビゴーのホームベーカリーレシピ、こちらたびたびね登場してます私のバイブルなんですが、なんとその中にですね、パンドカンパーニュ風カンパーニュがホームベーカリーでできるということで、こんな感じでねめちゃくちゃ美味しそうなやつができるらしいんですよ。で写真見たら本当にねホームベーカリーで作ってるということで、ちょっとやってみようかなと思いまして、材料見てみましょう。生種星野天然酵母 100g、 お家でできひんやつ。ちょっともう一回見る。見失うんかいってね、ちょっと待ってくださいね。はいはい、ありました。天然酵母ってね書いてるとやっぱりちょっとできひんやつなんかなって思っちゃったりもしてね、で34ページに書いてるということでちょっと見ましたら、なんかねこの生種天然酵母、結構簡単に作れるとかね、市販で売ってるものを使えばより簡単にっていうことが書いてあったんですけど、やっぱりちょっとねハードル高い感じはしますよね。で私ねこのライ麦食パンをよく作るんですけれども、このねライ麦食パンをこんな感じで丸くドンと焼けばなんちゃってカンパーニュみたいにならへんかなということで、今日はちょっとそちらに挑戦してみようかなと思います。材料こちらですね。本当にもうなんちゃってだから、ライ麦食パンをベースにするということで、もうバターも今日は入れちゃうということでございます。ではやってまいりましょう。ホームベーカリーに材料入れていきます。今日ねドライイースト入れましたけれども、いつかねやっぱり天然酵母にも挑戦してみたいですよね。いつかって言っててね、ちゃんとやるやつ見たことないっていうかね。いつかやる、行けたら行くってね、全部やらないっていうことですからね。でもこれは本当にいつか本当にねちょっと挑戦してみたいなと思ってるんですけれども、そこ行ってるうちにできましたね。今日はとってもお水が多いということで、粉をねサラ粉を今日はちょっといっぱい敷いておきました。取り出す時もあれですね、ちょっとこの急いで取り出したくなっちゃうんですけど、手にベタベタがくっついてえらいことになっちゃうんで、ちょっとゆっくり待っていきます。いいですね。今日の段取りとしましては、一回ここで丸めます、置きます、もう一回丸め直します、置きます、以上になりますね。本当にこの特段道具とかも使わずにこの丸いでっかいパンを焼くっていう。もうただそれだけになりますね。もうちょっとね丸くしたいところなんですが、私あんまりね上手じゃないので、このもうこれ以上触ってもいいことなさそうなんで、これぐらいで、いいよしとしますね。ちょっとこの表面を張らすのだけ頑張って、これで置いておきます。なんかね
じゃあ結局本当のカンパーニュってどんなんなんかなと思って、あのなんちゃってをね作るのはいいけど、やっぱり本物がどんなのかっていうのを知っておかないかなと思ったので、ウィキペディアでね、誰も教えてくれないからウィキペディアでちょっと見てたんですけど、ライ麦とちょっとなんていうのかな、精製度のあまり高くない小麦粉を使った素朴なパン、ということでしたね。田舎パン、パリの人たちが田舎を思い出して食べてたらしい、パンドカンパーニュ、カンパーニュ地方のパンっていう感じですかね。そういう素朴なパンということと、今日ねバター入れちゃったんだけど、本当は粉と水と塩だけで作るっていう、あとは天然酵母ですね、それで作るっていうやつらしいから、今日バター入れちゃったのはかなり邪道っていう感じですね。あとはなんて書いてたかな、ちょっと待ってくださいね、もう一個なんか書いてて、あ、書いてなかったごめんなさいなんやねんってまあそれぐらいですね。だからまあ天然酵母も今日はドライイースト使っちゃったから、だからカンパーニュっていうにはちょっとほど遠いかもしれないけど、どうですかなんかそれっぽくなってない？ということで、これでねあと待つだけで、あのねオーブンを今予熱するんですけど、うちのオーブンねものすごく低スペックで250度って今書いてるんですけど、パナソニックのパナソニック悪く言うわけじゃないけどんで、あの250度は実際ね、あのずっと出てるわけじゃないんですって。数分だけ250度になって、あとはもっと低い温度で稼働してるらしい。だけど、まあ、そういうのはあんまり気にせずにですね、今日は、まあ、最低限中に火が通ればいいかなっていう低スペックオーブンでも気にせずにですね、とりあえず火を通していくっていう感じですね。で、下書きを結構無視してますねっていうそうなんですよね、下書きしたんですけど、クープを入れるのにね、何回も書きすぎてちょっとよくわからなくなっちゃったので、結局フリーハンドで今やってますね、でこのね、なんかプロペラ型って言ったらいいんかな、なんて言ったらいいんだろう、この、くるくるっとした感じのやつがちょっとおしゃれだったので、やってみようかなと思ったんですけど、なんかちょっと穴開いちゃったしね、どうかな、とりあえずこれでパナソニックの素晴らしいオーブンで焼いていきます。どうでしょうか、結構一丁前じゃない、穴とかね開いちゃってるけど、これはこれでもはや可愛いなっていう感じなんですけど、どうですかねえ。あ、んでね、触った感じがやっぱり、カンパーニュというよりかやっぱ食パンという感じのふわふわっとした感じしてますね。中見てみましょう、切った感じもやっぱり食パンですねめっちゃ食パンって言うやんてのじゃじゃんと割った感じもやっぱり食パンやけどでもね、ちょっと今心を無にして見てみてもらっていいですか。カンパーニュが焼けましたって言われたらそう見えてきませんかね。ちょっとね食べやすいように切ってまいりました。ふわふわしてますが、とりあえずですねお味いただきます。すごく美味しいです。やっぱりねカンパーニュかと言われたら、例えばパン屋さんで買うようなね、そういうのを想像するととても及ばない感じがします。だ
けど、なんかもうお手軽にちょっとそういう感じのやつが食べたいなぐらいの時は、私は結構これで大満足できるなっていうやつができたかなと思います。ここまでご視聴いただいた皆さん、本当にありがとうございました。また見てね、バイバーイ。